石塚昭治、日本語石塚昭治、1951年3月30日から2014年5月24日は、日本の哲学者、茨城県岩井市出身、東京情報大学文化学科教授並びに、同大学大学院、経営情報情報学研究科博士課程、社会情報系列主任指導教授。他に、日本大学大学院総合社会、 情報研究科博士家庭研任教授、アメリカ合衆国アリゾナ州立、大学大学院博士家庭客員審査教授、ハンガリー科学アカデミー、ルカーチアルヒーフ客員研究等を務めている研究者、24年間主催している公開講座、ルカーチの存在論の講師、ジェルジルカーチによる歴史と階級意識などを読み解き、 様々な視野からの歴史的な社会的状況を考慮。その結果、情報と消費を両輪として展開する、世界市民社会の新しい状況をポストモダン状況について理解し、世界社会の今後を展望した。新しい状況ポストモダン状況同状況は、日常的ポストモダン状況、知的ポストモダン状況、国際的ポストモダン状況から構成される一つの、 複合現象である。また、ヨーロッパ哲学のメッカ、ポーランド他での多年にわたる修行を経て、六言語を駆使する多言語上用思想家として、世界でも稀な学者として知られている。いとことされるブログによると2014年5月に死去。去年63歳。ありがとうございます。